さん。やっぱトリックといえばやっぱマジックですね。ということで、口からトランプが出るというですね、マジックを買ってまいりました。今から問題を出します。問題を出して、分かったと思ったら、分かったら出してください、箱から。だから、水井さん、まだフライングです。ああ、分かったら、まはい。分かったら箱から出して、説明書を見て、マジックのやり方を学び、口からトランプを出した人が回答を決めます。はい、で、マジックでトランプを口から出すときは、フィールドをちゃんと、マジックフィールドがあるので、そっちでやってください。なるほど。はい、ちょっと準備するので、少々。これずっとくるくるなってんの。あ、なんか予算大丈夫なのって言ってます。予算ですか？そうですよ。こんだけ準備して、僕今日1000円使ったんですから。はい。これダイソーじゃないですか？オールダイソーです。これもあるんですね。ビリビリペンもダイソーなんですよ。面白い。今度誰かに使おう。ダイソーって便利ですよね。あ、差し上げますんで使ってくださいね。すごい。はい、使ってください。はい。ということで。そうだよ、今日が最後だよ。そうなんです。ね、スタジオで見てくれ。最後ですからね。で、なので今日はね、ちょっと企画強めのやつにしておりますよと。さあ。では。はい。行きましょう。問題です。十二支。十二支ですね。出た。十二支。はい。九番目の動物は何でしょう。十二支の九番目です。はい。一から答えてくださいね。はい。ほい。はい。さあ分かったら、まず箱から手品を取り出して説明を見てください。あれ？ねえ、牛、虎、うん、立つ、み。敵に答えバラストスタイル。はい、はい、来た。え、どうすればいいの？さあ、説明書を読んで。手品の説明書を読んで。場所どうです？さあ、で、分かったら、手品フィールドに行ってください。え、何これ？はい。さあ。で、ポケットを使うって書いてあるんですけど、この説明の中に。ポケットは、なくていいです。絶対むずいじゃん。キャッ！一回練習してもいいですよ、そこで全然練習してくれてもいいですよ、はい、ん？さあ、説明書読んで、ちゃんと。なんだこれ、なんて言わないと分かんないぞ。あ、こうか、はい、しっかり読むから、無音さあ、お二人も答えは分かってますね、はい、ポケットにしまいます、ポケットないよ、はい、なのでポケットないのはポケットにしまいますっていう手で置いちゃっていいです、大丈夫です、口から出るのさえちゃんと見れれば OK、 さあ、やり方終わりますか、はい、ああどっちか後ろからハグしてくれないから、なんでしょう、夢を語ってくれて、そうですね、これ手ちっちゃいと不利ですね、あ、え？ってかセリフとかあるんだけどセリフあります、知らなかった、そのセリフ通りにやらなきゃいけないらしいですよ、え？セリフ覚えらんない、さっきのやつ忘れちゃう、さっきのやつ問題忘れちゃう、はい、もう問題は読みませんのでね、はい、さあ、まあセリフは大体でいいです、大体でいいですよ、はぁ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 さあ、三井さんが手品フィールドに、マジックフィールドに立った、マジシャンっぽいぞやけにマジシャンっぽいぞ、この人できるんじゃないかな、はい、さあ、ではお願いします、はい、はい、こちらのトランプをよくご覧ください、はい、そして、はい、ポケットないんで、はい、ポケットにしまいますという手、はい、ポケットにしまいます、しまいました、はい、なんで、はい、目つぶってください、目つぶってください、はい、そうすると、はい、口から出てきます片岡さん、出てました、口からちゃんと落ちてる、落ちてて分かんなかったなるほど、出てたよ、ほらやり直しです、なんでやり直しです、なんで見てないじゃん
あの吐砂物みたいだったので。吐砂物。本当ちゃんとちゃんと口から綺麗に出てくる感じにしてほしい。え、それは。はい。はい。え、やります。はい、ガウテツ。それは口から出てくるのむずいよ。はい。はい、ちょっとやっぱあともう一回見たかったっていうのもあります。やる。え、じゃあやってみます。竹さん行きましょう。竹さん行きましょう。はい。はい、さあ竹内チャレンジ。さあ。さあもう絶対病院で嫌がらせを受けてるとしか思えない思えない服装のナースですが、はい、さあ行きましょう。行きます。はい、はい、トランプです。トランプです。皆さんよく見てください。見てください。はい、はい、でこれをポケットにしまいます。これしまいます。はい、さあポケットにしまいました。はい、はい、口から出します。口から出します。はい、はい、はい、さあさあさあ、はい、はい、え、一緒じゃん絶対一緒だよさあ、片岡さんどうですか。押してたらダメです。押してたらダメです。ダメです。ダメです。多分あの、やっぱ口を見せてないと口を見せてないから、ね、でも、ね、ここに注意でさ、はいはい、演技の前に手をよく洗い注意しましょうって書いてある、はい皆さんもね、やるときは、はい、口、はい、何か思ってるのって、やっぱりちょっと口元を隠してやってしまうとね、やっぱ口から出てる感ないですから、ああちゃんと練習してくれてる。さあ、さあ出ました。出ました、マジシャン三井。さあ来ました、マジシャン三井。はい、ここに5枚のカードがあります。はい、5枚のカードがあります。はい、はい、さあポケットにしまった。3、2、1。はい、わかる。まあ、よしとしましょう。よしとしましょう。はい、もう種とか見えてましたけど、よしとしましょう。え、しかもさ、口から出るやつと、はい、あの全部つながってるやつかと思ったのさ。いやですよね。違う、全部バラバラだから一個一個あるんだ、そういうやつなんだ、はい、さあ、三井さん、正解は何でしょう。はい、はい、なんだっけ。はい、もう問題は言いません。正解は猿。正解。イエーイ。合ってた、よかった。